260年間日本は国を守るために鎖国を敷いてきた。太平の世が続き、日本は新しい時代を迎える。戦のなかった260年が本来強くあるべき侍を情けないものにしてしまった。遠足を執り行う。安中藩に仕える全員が参加すること。備え！走るのは十五里の山あり谷ありの険しき道。走ろう！この遠足の勝者には望みを聞いて使います。何でも構わん。単なる遠足、計り事などではない。ならず者ごときに城を取られたとなればお取り潰しは間違いない。帰ろう、城に帰るぞ。我ら藩士は一時もせぬうちに帰ってくるわ。どんな時代の波が押し寄せてこようと、一丸となって立ち向かっていけることであろう。日本は新しい時代を迎えた。